川端です。よろしくお願いします。今回はこの方程式を解きなさいという問題です。まあ、この問題の特徴はですね、これ文法にちょっと文字が出てくるところですね。まあ、その辺ね、高校入試としては珍しい問題かなというふうに思います。まずはですね、まあ、これ左辺と右辺ちょっと別々にね、ちょっと計算していくことになるんですけれども、まずは左辺ですが、これ分母がこっちが 1-x、 こっちが x-1、 ここ符号が違いますね。マイナス x とプラス x、 プラス1とマイナス1ということで、符号を揃えることによって分母が同じものなので計算することができるわけですね。よってですね、この 1-x をマイナスかけて x-1、 マイナス x にマイナス1かけて x、 プラス1にマイナスをかけてマイナス1。そうすると、こっちにマイナス1をかけたならば、分子にもマイナス1をかけてマイナス3になります。つまり x-1 分のマイナス3足す x-1 分の5で、5-3で2と計算できるので、 x-1 分の2という具合に計算することができますね。で、続いて右側なんですけれども、まあ、やり方としては2通りです。まあ、普通にこれ2乗計算するやり方ですね。まあ、そんなに大したことないです。x の2乗足す2×x×x分の1足す x 分の1の2乗で x 2乗分の1。で、マイナス x 2乗引く 2×x×x分の1 足す x 2乗分の1。そうすると、これ x 2乗引く x 乗で消えて、x 2乗分の1引く x 2乗分の1で消えて、2x×x分の1はこれ2になり、2×x×x分の1はここマイナス2になるんですが、マイナスとマイナスでプラス2になるので、よって2足す2でここ4という具合にすることができるわけですね。で、もちろん2乗引く2乗なので、和と差の積を使えば、x 足す x 分の1足す x 引く x 分の1かける、x 足す x 分の1マイナス x 引く x 分の1なので、マイナス x 足す x 分の1という具合になり、そうするとここ消えて、ここ 2x で、ここも、これが消えて、 x 分の1足す x 分の1で x 分の2だから、これを掛け算することによって4と出るので、まあ、どっちが大変ですかね。まあ、あんま変わんないような気がしますね、これだとね。まあ、どっちにしろ4と出ますよと。よって、x-1/2=4 という具合になり、したがって、分母を払いましょうかね、ここで。両辺を x-1 をかける。まあ、もしくはまあ、逆数を取る。この分母に文字があるので、ただ1分の4ですから、ちょっと逆数取りましょうかね。分子分母をひっくり返して、2分の x-1=1分の4だったら4分の1と。なので、両辺2倍して、x-1=2分の1。よって、x=-1移行して、2分の1足す1で、x=2分の3というのが答えになるよということですね。まあ、もちろん、x-1 かけてもいいです。まあ、この式から x-1 をかけて、2=4×x-1 で、2=4x-4 で、移行して、6=4x だから、両辺4で割って、x=4分の6で2分の3みたいなね、形でやってくれても構いません。ね。ということで、まあこれね、まあまず、まあその、この左辺かな。左辺のこの分数の計算、ね、意外とちょっとこういう中学生ね、これ分母がこうマイナスかけるだけですけどもね、ちょっとこの辺ね、慣れてないとちょっとね、あれこれどうやって計算するんだろうって思った人はいたかもしれませんというところですね。まあこっちはまあ2乗計算して2乗計算して引いても、ね、2乗引く2乗和と差の積使っても、まあそんなに変わんねえかなということですね。ということで、あとはまあポポポポイとやってくれば答え出ますよということです。わかったかな？以上で解説を終わります。では。